ロトンでございます。いや酔ってます。結構飲みました。6時から7、8、9、10、11時 ?5 時間飲んでましたね。飲み放題ばっかりなんで、結構酔ってます。ふらふらでございます。なんかもう閉店っぽいですな。まあそれはそれでいいんじゃない。真っ暗です。まあ人を映すとモザイクにはめんさいんでうるさいです。てか人がいないです。さすが新札幌。時間がすと今11時31分らしいです。バスないです。帰れないです。どうしたらいいんでしょうっていう感じですよね。もう酔ってるからもう脇が勝手に。結構酔ってる。やべえなマジ。なんか後ろから人がいると思ったら鍵かける人です。俺ってかここに入ったらまずいのかふと思いました。まあいつも通りです。久しぶり飲んだのは多分4月か5月に1回の4月かな5月4月の最後がね5月の初めに飲んでます。それから飲んだのか7、8、まあ2ヶ月か3ヶ月後ぐらい。2ヶ月か3ヶ月後か。5月だったら6、7、8、3ヶ月ちょっとですな多分。いい友達を思ったもんです。昨日電話して、そっか飲むか、明日空いてるわって、大丈夫そっち、大丈夫ってそういう感じですからね。いやマジだ。ちなみに31泊売ったブックオフの値段ですけども、あれ4万7千ちょいです。いやびっくりしました。結構高いなんで売れましたね。4万で、しかも4万って昨日入ったんですけど、速攻で昨日微妙に移したんですけど、アマゾンでキャプチャーボード買いました。まあ来るのは17日らしいけど、まあキャプチャーボード買って、あでちょうどスマホからダイレクトにパソコンにデータ送ろうと思って、なんだっけ、充電プラスデータ用のケーブル25センチと1メートルと2メートル70じゃないよね、終わってるんだみたいな。まあそれを買いました。まあ2メートルはベッドの方で使えて、1メートルの方はぶっちゃけテーブルの方の居間の方に置こうかなと思ってます。タイプ C です。それであと何か買った気がするんだが、もう一本何買った、あそれとIO データの 182GB の SD メモリ SD カード、ぶっちゃけSD カードでカード安いぞ。認識は182GB かたら182GB なんですけども、Amazon で買うと。ただ正確にはデータを128GB 突っ込んだ時に突っ込めなくて、で、40GB 突っ込んで、損したっていう人も結構いるらしいですからね。結構それはもうやめた方がいいと思います。まあ、そんなもんで歩いてますけどね。さあ、次の道はどこだみたいな。ちなみに見えるのばかりで一人です。一人が寂しいね。寂しいのか。なんか歌聞こえてくるし。なんか、新札幌って寂れてます。で、スナックラポールって何？シンプルって、シンプルらしいなって。こう見たら。なんか名前見たら笑っちゃったよ、俺。ラポールだったか。シンプルと。てかね、一軒さんお断りじゃないかっていうとこ思いますけどね。もう一軒ぐらい行ってもいいような気がするんだけどね。まあ、それはそれとして。まあ、楽しい気もします。ほんと酔っ払ってますな。千鳥足という感じです。まあ、いつも通りです。ってことで終わります。